皆さんこんにちは。ここは沖縄県うるま市のぬちしぬじ釜という鍾乳洞です。行ってみたいと思います。今日天気悪いので鍾乳洞とか洞窟だったら雨降ってても関係ないかなということで、鍾乳洞巡りをしてますね。おっと、自分の影がちなみにこの鍾乳洞は入場料金500円なんですよ。割と格安ですかね。頭上注意ですね。おお、なんかゴツゴツと。沖縄県の鍾乳洞っていうと玉泉洞が一番有名ですけど、他にも結構あるみたいでね。こっちは観光客少ないですね。やっぱり沖縄鍾乳洞でネット検索すると、やっぱり玉泉洞、沖縄ワールドの情報ばっかり出てきますので、やっぱり情報は大事ですね。観光客が少ない方が歩行動画はやりやすいのでいいんですけど、水の音が、なんか雨がね、ポタポタと垂れてきますね、天井から。外も雨降ってるし、鍾乳洞の中も雨降ってるし、川が流れてますね。なんか天井からだらーっとなんか垂れ下がってますけど、なんていうか、そのチョコレートというか、なんか美味しそうですよね。そしてなんか泉ですね、泉というか。本当に雨降ってんですよ。天井からね、たくさん水が落ちてくるので、これじゃあ洞窟の外側と変わんないじゃないかっていう、なんか不安定そうな。雨降れじゃないよ、もう。すごいな、なんか滝みたいですね。すんごいな、なんか美味しそうっていうか、茶色というか。これさ、滝行できんじゃないの？仏教のさ、滝に打たれるっていう修行があるじゃないですか。あれできますよね、俺ね。いや、私はしたくないですけど、ちょっとここは、ちょっと急いで通り過ぎるか。振り返るとこんな感じですね。いや、本当に水の勢いがすごいな。どっから落ちてんでしょうね。そしてこのクリーム色の、洞窟の中に川が流れていて池ができてるのってさ、岩手県の龍泉洞とか思い出しますよ。もうこれ完全に滝ですもんね。うわー、すごいわ。よいしょ。おっと。
階段を登っていって、いやまた雨降ってんな。もう沖縄に来た途端に毎日雨ですよ。お、明るくなった。ちょっとさ、空にクレーム入れたいんだけど、いい加減さ、雨降らすのやめてくれませんかってね。まあ洞窟の中はというわけで出てきましたね。まあ短い洞窟ではありますけど、まあなんというか、まあ、結構滝とか迫力ありましたね。セミか。セミ鳴いてますね。まあそんなわけで今日は沖縄県の沼津市沼津釜に入ってまいりました。